はい、ソニーさんのカメラ楽しんでますけど、純正レンズってとってもいいのは分かりますけど、やっぱりお高いですよね。そうなった時にこうサードパーティー製のレンズって気になると思うんですけど、そのサードパーティー製のレンズでもやっぱりシグマさんとかタムロンさんみたいに有名なところのレンズってね、やっぱり安くはないです。そうなった時にこう最近、昔は中華レンズとか言われてたりする、中国のですね、中国とかのメーカーのレンズっていうのがありまして、そちらもオートフォーカスで結構最近のものに合ったものっていうのになってきてるんですが、それを本日買ってみましたので、ご紹介させていただきたいと思います。はい、そちらのレンズなんですけど、こちらになります。じゃんと。はい、こちらのレンズなんですけど、私結構この標準画角っていう時に皆さんこう 50mm っておっしゃられる方も多いと思うんですけど、私こう広角寄りの 35mm っていうのが大好きでして、で 35mm のレンズを今回購入してみました。でこの 35mm のレンズっていうだけだと、いっぱいあるよねって感じたんですけど、こちらさらにこの F 値が 2.02 なんですね。っていうことで、明るいっていうことで、近似値で言うと、シグマさんのですね、コンテンポラリーアイラインとか言われてるレンズの 35mm の F 値2っていうのがあるので、そちらに似たようなスペックになっております。はい、そちらで、箱がこのような感じで、中身はもう本当にこのレンズが1個入ってますっていうのと、説明書が入っていただけなので、特に取り立てて紹介することはないのかなっていう感じなんですけど、こちらのレンズですね、何を紹介したいかっていうことで言うと、もちろんこうサイズ感とかそういうのもあるんですけど、じゃあ実際使ってみた感じはどうかっていうところと、撮影した写真とか動画っていうのを少しこちらの方に貼り付けていこうと思ってるんですね。で、パッとまず気になると思うので、使用感のところをお話しさせていただいてしまうと、悪くはないですね、こちらのレンズ。昔のこう中華もの、特にこのヨンヌオさんっていうメーカーなんですけど、こちらのメーカーさんのレンズっていうのは、古くはそのミラーレス一眼になる前、デジタル一眼レフの時代の50-1.8 っていう、昔ソニーの紙レンズ、紙単焦点レンズとか言われてたレンズがあるんですが、 EF50-1.8 の2型ですね。でそちらのレンズをこう真似したレンズっていうので、この4のってメーカーを私知りました。でその似たような形のまま、35mm の F 値 1.8 か2だか忘れたんですけど、そういったレンズとかラインナップしていて、その純正の EF レンズと比較すると、オートフォーカスオンがうるさいなとか、オートフォーカスが鈍いなとか、それこそ写りも微妙だったりとかっていう感じを覚えてましたっていうのを経験してたので、ちょっと食わず嫌いというか、試さないでいたんですよ。ただ値段っていうのも上がってきてるし、それこそ作りとかっていうのも昔と比べて相当に良くなってるなとかっていうのを覚えてた、なんとなく感じてたんですね。っていうところで今回、こちら私ちょっと得意なところで中古で購入しております。でその金額っていうのもとてもリーズナブルだったので、その中古でこれだけ安く買えるってことであれば、フルサイズのレンズ、特に 35mm ぐらいのものを探してるって方の何か一つの手助けになるんじゃないかなと思って収録しております。はい、この強度のですね、外観です。こちらこの意外にもつったらあれなんですけど、作りとしてはこう金属でできてますね、全体的に。ですがとてもこう軽めの単焦点レンズになってます。でヘリコイドの部分っていうのはゴムでできていて、回してみるとこう適度なトルクなんで結構操作しやすいですよっていうところと、さらに贅沢なところで、このマニュアルフォーカス、オートフォーカスの切り替えスイッチと、さらにこのオプションのボタンがついてるんですよ。これ純正レンズも結構お高いグレードになってくるとついてたりするんですけど、それこそなかなかついているレンズっていうのも少なかったりとかするので、値段からするとこれついてるって結構大きいですよね。ここに何か自分の好きな機能っていうのを割り当てできるので、レンズとしての拡張性も高くなってます。で今こちらちょっと紹介してる時に一つ見つけたんですけど、ここにですね USB Type-C のポートがついていまして、これで何かファームウェアアップデートしたりとか、この機能を割り当てたりとかってできるのかもしれないです。はい、それでは使ってみた感覚としてなんですけど、まずオートフォーカスですね、こちらは十分速いです。特にこのソニーの α7 シリーズとかっていうのはオートフォーカス自体が優秀なので、レンズのオートフォーカスが若干遅くても本当気にならないぐらいの速さなんですけど、じゃあ純正と比べてどうかっていうのも若干遅い感じはするよねぐらいの感じで、特にすごく遅いよっていう感じは全くなかったですね。なのでこう被写体を定めてピッとオートフォーカスボタンを押せばパッとこうフォーカス合ってくれるので、ルミックスユーザーとしてはとってもいいなっていう感じですね。写真の方で AFS であればそれこそ困ることないってよく言ってるんですけど、それでもこのオートフォーカスの機能に関してはソニーさんはとても優秀だと思います。でこれ使ってみてここどうだって思ったところが一箇所ありまして、あまり寄れないですね。
こちら数値上 0.35m、まあ、35cm って書いてあるんですけど、その 35cm 近辺まで確かに寄ることはできるんですけど、このまあ、準広角ぐらい の、まあ、あの標準レンズですね、 35mm っていうところで 35cm ぐらいだと、まあ、他にもっと寄れるレンズがあったりするので、ちょっと物足りないかなっていうのが本音でしたね。このスイッチの切り替えとかボタンの押し心地とかってのは適度にこう節度のある操作感で、まあ、感じとっても悪くないですね。で、あのもちろんなんですけど、こう 押すとしっかりとこう認識してくれるので使いやすくもありました。今収録に使用してしまってるので、ちょっと装着した姿っていうのは、まあ、サムネイルの方に貼り付けておこうと思うんですけど、お見せできないんですが、あの α7C にですね装着して、とってもこう気軽に使えるサイズ感のセットになってます。なので、このフルサイズの一眼、ミラーレス一眼をこれだけコンパクトに持ち歩けるレンズの一つだなっていうところで、とっても価値があると思います。はい、それではこの後ですね、その撮影してみた写真の感じだとか、あとはあの動画の感じとか、オートフォーカスの速度感っていうのも少し収録してみましたので、ぜひそちらの方もご覧ください。あの一つ、まあちょっと私が撮影して微妙だなと思ったのが、絞りがあの円形絞りではないですね。これもあのよく見ると7枚絞りなので、七角形ですね、七角形の、まああのボケになってしまうぐらいなので、とってもこう深刻なものとかではないので、安心してお使いいただけるかと思います。でも、そのボケにちょっと七角形だよってことは必要かな、あの必要な情報かなと思いましたので、お伝えさせていただきます。それでは動画と写真の方ぜひご覧ください。はい、こちらが4度のですね、あの 35mm の F2 のレンズの手持ちでの撮影になります。α7-4 で撮影してるんですけど、純正レンズ以外だと手ブレ補正アクティブですね、こちらの効きが弱いということだったんですけど、やっぱりこうちょっと弱く感じますね。でも、まあ慎重に少し気をつけて歩けば、そんな気にならないんじゃないかなって思います。はい、それではフォーカスブリージングのテストしてみたいと思います。今ほぼ無限遠のところに合わせてみて、手をバッと出して、はい、ちょっと今被写体が悪くて、なんか合ってんのか合ってないのか分かんなかったんで、今度はもう少し遠いビルにしてみました。じゃあ次手出してみます。このレンズフォーカスブリージングめちゃくちゃ優秀な気がしますね。なんかあんまりない感じがします。で、当然こう純正品じゃないんで、あのブリージング補正ってのは働かないので、まあ、あの結構いいんじゃないかなと思います。こんな感じで写りも悪くないですよ。フォーカスも遅くはないですし、はい、で、こちらが手ブレ補正アクティブオンの状態の、フルサイズですね。で、この後スーパー 35mm モードにしてみたいと思います。はい、こちらがスーパー 35mm モードの画角になります。50mm ちょっとかな。このように1本で結構な範囲を賄えるレンズになってます。動画で使うときはこの絞りが 16F16 までってんだけど、22まで欲しいかなっていうのはちょっとこう使ってみると思いますね。はい、じゃあまた動画の方に戻してみましたが、今ですね、このようにちょっと重たい荷物があって片手で持ってるんですね。で、あんまり気にせず歩いてて、それでもこの程度の手ぶれで済んでます。純正レンズじゃなきゃ効きが悪いと言ってもとっても優秀ですよね。ちょっと気をつけて歩いてみると、はい、まあ、このような感じになります。まあ、両手で持てないのは結構きついんですが、それでもこれだけ手ブレを抑えてくれます。この手ブレ補正がしっかり効くと、割とこういろんなレンズが使えていいですよね。今何も気にしないんですけど、こんな本で済んでます。被写体があると楽かもしれないなと思いますね。
はい、こちら4の3のですね、35mm の F2 のレンズですね。こちらまあ正式名称が YN35mmF2SDFDSM というモデルになります。はい、こちらのモデルなんですけど、まあ当然このようにフードですね、こちらもついていて、装着しますとこのようにしっかりとした単焦点レンズになります。まあ、意外とこのフードの装着の感じとかっていうのも、これまあ長く使っていくとちょっとわからないんですけど、こう感覚でいうとマグネットでくっついたのかなっていうぐらいカチッとこういう音がしてすぐロックされるんですよ。で、外すときもこうちょっとなんかマグネットっぽい感じがするんですけど、まあこれマグネットでくっついてるってわけではないとは思うんですが、ちょっとこうとっても気軽に使える感じの使用感のフードです。これはなんか今改めてつけてみていいなって思いましたね。で、時々こう中華レンズとかですと、こう逆さ付けするとフードが固定できないとかもっていうレンズもあるんですが、こちらは全然普通に使えますね。これはサムヤンさんのレンズとかですと、これができないレンズが、まあ、あります。まあ、バランスもとってもいいレンズだなって印象です。っていうのが、お安めに手に入るっていうのはとっても美味しいんじゃないでしょうか。それでは本日はですね、こちら4の3の 35mm F2 のレンズを紹介させていただきました。まあ、このようにですね、こういろんな、特にソニーの αE マウントって人気のマウントなので、いろんなレンズっていうのがいっぱいあります。その中でもこう割といいなと思ったレンズ、私がいいなと思ったレンズになるんですけど、そちらをこう入手させていただいて皆さんにこうお伝えできればいいなと思ってますので、また面白いレンズってあったらこのように紹介させていただきたいと思ってます。はい、こちらのチャンネルはですね、このように写真や動画、まあ、こういったパーツとかですねとか、私の大好きなオールドレンズですね、そちらの情報っていうのをメインとして配信させていただいております。一緒に楽しんでいただける方はぜひチャンネルのご登録と私の励みになりますので、グッドボタンで、あとはコメント等で気軽に私にコミュニケーションいただけるととっても嬉しく思います。はい、いつもありがとうございます。それではですね、こちらのレンズ、もしよかったら皆さん手に取ってみていただけるといいんじゃないかなと思います。結構優秀なレンズ多いですよ。それでは失礼いたします。